アロハ。ハワイ愛が溢れすぎて我慢できない。ワクノリチャンネルのワクです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回の動画はダイヤモンドヘッドを眺めながら食事をする眺望とグルメが堪能できるめちゃくちゃおすすめの店舗をご紹介いたします。ぜひ動画の最後までご視聴くださいね。そのお店の名前はデック。ハッピーアワーとモーニングに行ってみましたのでその様子をお伝えいたします。ハワイのデックはどこにあるのでしょうか。デックはワイキキの最も東側に位置しクイーンカピオラニホテルの3階にレストランがあります。今回僕はシェアバイクビキを利用して行きました。ヒルトンハワイアンビレッジのステーションからバイクに乗って340番で返却して行くことも可能です。340番はクイーンカピオラニホテルのすぐ近くにあるので便利ですよ。アロハ。アロハ。What are you looking for? Just a cheaper one or for bar? Yeah. Oh. You follow me on over. And then I'll just do one more step. Okay. Yeah. Just get.Full name and then you can put your phone number for us. Yep. Thank you. It's okay. 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 Yeah. Okay. Thank you. Okay. Yeah. Thank you. Hello. May I get you anything to drink? Yeah. What would you like? IPA. IPA? Yeah. Okay. We are all out of that beer. Is a hazy IPA okay for okay. you? Okay, yeah. Yeah, perfect. Well, thank you. Of course. QR コードを読んでね。それでメニューを出します。で、ここから注文を選んで、カウンターの人に伝える。今日は一応ハッピーアワーに来たので、ちょっとだけ楽しんで帰ろうかなと思います。それでは IPA ビールいただきます。それではヒパヒパで。めっちゃうまい。ちょっとおつまみ系を選びますか。フレンチフライ OK。 フレンチフライFrench fry? Yeah. One. Okay, now this. I ordered this. Oh, thank you. Now, Mai Tai and potato came in. Potato. Fried potato.ちょうど雨が降ってきました。さて、ポテトをいただきます。ラムがやばい。結構強いかも。これホテル帰れっかな。これよいつぶれそう。ということで今ねマイタイとポテチ食いながら、ポテチじゃないよ、ポテトフライ、フライドポテト食べながら、まったりしております。結構ね酔っ払いみたいな感じになってますけど、まあ今ね外もね結構雨降ってるんですけど、いやー楽しいっすねこれ。ハッピーアワー最高。
また来たいな。それではちょっとね楽しもうかなと思います。ハッピーアワー安いね。はい、これから今回ハッピーアワーで注文したものは IPA 4ドル50セントマイタイ9ドルフレンチフライ5ドルをオーダーしました。合計18ドル50セントでした。ハッピーアワーは午後2時から5時となっています。いやー酔っ払っちまったね。お腹いっぱいです。いやー結構酔っ払っちゃいましたね。これから、ワイキキに戻って帰ります。もうちょっと Thank you so much. いやーはい、Have a good night. Yeah.デックはロケーションの良い場所にあることでも有名で、晴れた日にはオープンテラスの席に座ると正面に緑豊かなクイーンカピオラニ公園、その奥には雄大なダイヤモンドヘッドを眺めることができます。ハワイの風を感じながら贅沢なひとときを過ごすことができます。モーニングタイムの時間はダイヤモンドヘッドからのサンライズ、ハッピーアワーからの日没の時間はオレンジに染まるダイヤモンドヘッドを見ることができます。デックは2018年10月にオープン。デックの料理長は神戸出身の久保シェフが務めています。世界中のあらゆるジャンルのレストランで技を学んだ久保氏は、神戸のオリエンタルホテルのメインダイニングのオープニングシェフを務めたこともあるのだそうですよね。地元の食材を最大限に生かしたメニューは、ハワイ近郊で採れた魚料理からステーキ、日本人ならではの繊細な和食の感性が加わり、世界の美食を知り尽くしたグルメの品々に舌包みを打ちつつ最高のひとときを過ごせること間違いなしです。今回モーニングで注文したのはアサイボール15ドルとコーヒー5ドル50セントおかわり自由を注文しました。お値段は合計20ドル50セントでした。モーニングの時間は午前6時半から10時。帰りますか。帰ります。雨も止んだし、これからワイキキに向けて帰ります。結構楽しかったかも。さすがにこれではちょっと自転車乗れないんで、歩いて帰ります。途中ちょっと、いやー結構毎回きついっすね。前回ヨットでなんだっけ、あもうなんか思い出せね、ただの酔っ払いになっちゃって、はい、あ毎回これね、あれと全然違う、もう聞き方が結構足に来てるんで。ということで今日よく雨降るな。しかしよく飲んだ飲んだ、結構きついかも。数多くの雑誌でも取り上げられている話題のお店になりますので、行かれる際は予約をしておいた方が良さそうですね。その際はテラス席のリクエストもお忘れなく。今回の動画はいかがだったでしょうか。また次の動画でお会いしましょう。マハロー。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。
次の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではマハロー。